はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはこちら。はい、はい、UG アルティメットグレードですね。ザ・ベストの03ということでね、今まで出たやつの、ベスト版ということですね。はい、ラインナップはこちら。スーパーサイヤ人ブロリーのフルパワーで、スーパーサイヤ人ゴッド、スーパーサイヤ人のゴージータで、スーパーサイヤ人ゴージータで、メタルクーラーという、ね、劇場版組み合わせだね。はい、で次回はバーサスということでね、今回は、このベストをね、ご紹介したいと思います。でね、あのベストと同時に、前回のとどこがどう違う変わったのかっていうのもね、比べてみていきたいと思います。はい、で早速ね、自分はねガチャガチャやりませんでした。はい、あんまね外出歩かないんでね、もうネットで購入しました。はい、はい、ということで全4種もコンプしてあります。はい、なのでね、ちょっとね破って組み立てて、見ていきましょう。はい、一応ね組み立て終わりました。ではね、ベストの方から見ていきましょう。こちら、はい、まずクーラーですね。メタルクーラー、はい、やっぱね UG は出来がいいね。造形といい、塗装といい、完璧ですわ。はい、で前回の、メタルクーラーがこちら。はい、一目瞭然で結構違いますね。まず、本体のカラーもちょっと若干違うよね。こっちの方がちょっと濃いのかな、色が。で台座が、この岩がね全く違いますね。こっちはめっちゃオレンジだけど、こっちはねなんか岩感がすごいですけど、まあ顔は変わんないかな。めっちゃ違うわ。あとは本当造形は全く一緒と。はい、はい、続いてはね、ブロリーを見ていきましょう。こちら、はい、ベスト版のブロリー。かっこいいね。いや、ほんとこの塗り分けともすごいよね、グラデーションみたいな。はい、で、前回の、ブロリーがこちら。はい、これも結構比べると違うね。まずね、肌がこっちはちょっと日焼けしてる感じがあるね。でもうやっぱりね、この台座が違う、この岩がね違いますね。あとは髪の毛も若干違うかな。こっちの色が濃いかな。顔は一緒で、裏側、ここの腰巻きも若干色が違うね。いやー、これは結構このベストっていうのはね全く一緒かと思ったら全然違うんですよね、色がね。一応スペシャルカラーっていう風にはなってますけどね。はい、続いてはね、ゴジータ、スーパーサイジンブルーのゴジータを見ていきましょう。こちら、はい、こちらがベスト版。かっこいいなやっぱりね。もうね結構このね、この胴着のね、下のパンツの方がね結構このシャドウがね強めに吹かれてるんですよね。
それがまたねクオリティを高めてますね、うん、結構はっきりとねシャドウが吹かれててすごいなんか安っぽい感じがしないね、うん、はい、ではね、ベスト版と通常版こちら、はい、はい、こっちはねやっぱこのね土台、岩の色が全く違うのと、あとこの帯だね、道着の帯がこっち色が濃いね、通常は。でこっちはちょっと薄くて艶消しになってる感じ。あとは大きな差はそこまではないかな。だ若干ね道着のズボンがこっちが白いね、通常の方が、うん、こっちはちょっと、うん、薄暗くなってる感じ。はい、うん、まあゴジータに関してはそこまで変わってはないかな、うん、この台座以外はね。はい、ではねラストはスーパーサイヤ人のゴジータ、はい、こちら、はい、いやかっこいいね、いやかっこいい。こっちもやっぱねシャドウが吹かれててすっごいいい感じ。さすが500円のクオリティ。ではね、通常の方に行きましょう、はい、こちら、はいこれに関してはねびっくり、自分もびっくり、あれこれ通常のねゴジータだよね、ノーマルゴジータ、こっちのスーパーサイヤ人バージョンじゃなかったんだよね。これだけは全然違う、これでやっと3色揃ったって感じだね。こっちはもうあのね劇場の氷の大地みたいな感じで、えこれ全然知らなかったな。騙したの。いや黒髪と金髪、あそう、一応ね自分はね、UG はね全部フルコンプしてるんで、これがないのはね、一応確認してあるんですよ。なのでこれが初めてですね、金髪初めて出したんだね、うん、これは全く色が違うっていうところの騒ぎじゃない。もうスーパーサイヤ人とノーマルとで全然違うもんね。台座も多分穴が開けば多分交換はできるのかもしれないけどね。いやここまで、あそうスーパーサイヤ人バージョンだったんだね。これでこうね3色揃えましたね。いやいや全然わからんかった。ということはね皆さんベスト版もねカラーリングが全然違うんでね、ぜひねコンプ、してる人はねベスト版も絶対逃せないと思いますね、はい、自分最初はねベスト01はね完全にパスしたんですよ、全く同じじゃんと思ったんだけど色が違うことに気づいてね、慌ててね、ネットで、購入 して今のところ全部コンプしてます、はい、ということでね今回はこんな感じで、UG お届けしました。ぜひね、ま、最新作出してほしいね UG でね、はい、ということで、最後はね、台座に乗せて一回転して終わりたいと思います。ではね今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。
それは絶望に空を仰いだ狼少年の話。愛し子羊、まるで生贄、何をも知らず